おけんちはアローラ、世界の研究様、アリエル&エリックです。お待たせいたしました。ケーキオープンとつわず出発をいたします。出発をいたします。こちらの三崎口駅の駅名看板が現在は特別仕様になってます。すぐ左側に近づいてきてますが、現在は三崎マグロ駅になっております。同じものが三崎口駅の2番線のホームにも設置をされております。はい、お世話様です。お借りします。安全な運行のためいくつかお願いがございます。まずシートベルトの着用を着装再確認。よし、皆様パス。よしよし。撮影ですが、立ち上がっての撮影、自撮り棒を使っての撮影はご遠慮ください。風が強く吹き込むところがございます。飛ばされやすいものに注意をお願いします。車内は禁煙です。お飲み物はペットボトルや水筒など蓋があるものはご利用いただけますが、その他のご飲食はご遠慮くださいませ。途中ご気分の優れない方は私の方まで申し出てください。改めまして皆様こんにちは。お世話様です。こんにちは。本日はマグロ切符をご利用いただきまして、ようこそ三浦半島へお越しいただきました。また京急オープントップバスにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。三崎口の駅を後にいたしまして、これより城ヶ島を経由し、マグロの町三崎港から油壺の方を通り、再びこの三崎口の駅へと戻ってまいります。約60分の周遊コースとなります。運行状況によりまして到着時間は多少前後することもありますので、ご了承お願いいたします。短い時間ですが皆様方のお供をいたします。運転手は1階席でハンドルを握る石沼ドライバー、私は今井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お世話様です。この辺りからも右手の方、相模湾が広がっております。水戸入り口という信号のところにやってきておりますが、右側の方へと進んでいきますと、のどかな雰囲気が広がります海水浴場がございます。本日皆様方に乗車していただきましたこちらのオープントップバス、10月の5日より運行を開始いたしました。バスの外装と内装は当社京浜急行で運転しております電車2100型をイメージして作られました。その前面に京浜急行のマスコットキャラクターのケイキュンの顔をあしらっております。ナンバーは2100型にちなみまして2100を使用しました。ご覧のように屋根がなく開放的な空間で、また 3.5 メートルの高さから雄大な空や海、そして広大な畑など三浦半島ならではの景色をお楽しみいただきます。オープントップバスでしか味わうことのできない風や香りをお楽しみくださいませ。
まもなくバスは小網代の森といいます森の散策路の入り口にやって差し掛かります。小網代の森というのは相模湾に面しました。面積約70ヘクタール、東京ドーム15個分もの広さを持つ広大な森で、その中に約 1.6 キロくらいの散策路が作られており、ハイキングを楽しむことができます。その小網代の森への引き橋側の入り口がこの先の右側のところです。右下の方へ降りていく道を進みますと森の散策路の入り口になります。森の中に約 1.3 キロの浦野川という川の源流があります。森と湿地と干潟と海とを結びます一つの川の流域が丸ごと自然のまま残されているというところで、首都圏ではここだけではないかとも言われております。約2000種以上の生き物が確認をされておりまして、中には絶滅危惧種に指定をされているものも生息しております。その他カニ類の種類も多くて、水辺を離れて森に住むことができる赤手ガニもたくさん見ることができるところです。その小網代の森、広大な森が見渡していただけますのがこちらの右側です。この右奥に広がっておりますのが小網代の森です。続きましてバスは引き橋という橋を渡ります。橋を渡るのですが、川が流れているわけではなく深い谷が掘り下げられております。今渡り始めているこちらの橋が引き橋です。この三浦半島、現在の油壺のあたりは鎌倉時代から室町時代にかけまして三浦市の居城、新井城がありました。その新井城の第三の外堀のあたりに当たるのが、ただいま渡りました橋のところです。そこに深い谷を掘り下げて橋を架けて、敵を攻めるときは橋を渡し、いざ敵が攻め寄せてくるときは橋を引き上げて敵の侵入を防いだということから引き橋という地名がつきました。そしてここの信号、この前方の信号、松は入り口よりバスは左手に曲がっていきます。しばらくは路線バスのルートと離れたところをこの大きなバスが通っていきます。皆様に訪れていただきましたこの三浦半島は、神奈川県南東部に突き出しました。東京湾と相模湾とを分ける長さ20キロ、幅8キロの半島です。先ほど右側の方に相模湾を見ていただきましたが、方角的に右手が相模湾、そして左手は東京湾になります。しばらくは遠くの方に海の景色を見ていただきながらというコースになります。古い時代から人が住んでいたと言われ、古代、縄文、弥生、そして古墳時代の遺跡も数多く市内に分布しております。鎌倉時代になりますと、和田義盛をはじめといたします三浦一族が活躍をし、頼朝の三御所と言われます椿、桜、桃の御所が開かれました。江戸の頃になりますと港町として栄えてまいりまして、現在のマグロ漁船などの一大基地となる基礎を築いたということです。住宅地を抜けまして景色が開けてまいりました。右側の奥の方、島が見えてます。こちらは伊豆大島になります。周囲が約52キロの伊豆大島、今日はとてもよく見えております。そしてしばらくはこのような畑の中を進んでいきます。今植えられておりますのはキャベツ、そして大根が多いです。この畑の青々とした緑もぜひお楽しみくださいませ。
この先遠くの方になりますが、剣崎灯台という灯台がございます。東京湾に面するところに作られました灯台で、高さ17メートルの八角形の形をした白い灯台になります。剣崎という地名は江戸時代の万寿年間に幕府の関財を積んだ船がその辺りで難破をしました。その時に海南神社の神主さんが一振りの剣を海に投じましたところ、海の神の怒りが静まり波が静かになったという言われから剣崎という地名がつきました。剣崎灯台は33キロ沖合を照らしておりますが、対岸千葉県の館山市にあります篠崎灯台とともに東京湾に出入りをする船の安全を見守り続けております。また灯台のあります付近には松わさばというブランド名がつきました。わさばが水揚げされる松わの漁港があります。三浦沖で一本釣りされます松わさば、秋の頃は油の乗りもよく黄金サバと呼ばれております。その剣崎灯台、ここから左側の前方の方になります。海岸線のところに白い建物をご覧いただけますと、あちらが剣崎灯台になります。その奥の方にはうっすらとですけれども房総半島も見えております。続いて見ていただきたいのが前方の山になります。山といいましてもこのように山頂近くまで畑が広がっておりますので山のイメージは少ないんですが、岩堂山といいます。標高 82.2 メートル、こちらの三浦市で一番高い山になります。この岩堂山ですが、この近くの白浜海岸に一体の仏像が流れ着いたことがありました。その後この近くを通られました行儀菩薩がご覧になり、尊い毘沙門天像だと教えになりました。行儀菩薩自らもこの岩堂山にこもりまして、もう一体の毘沙門天像を掘られ、二体同時に祀るようにと言われ、この土地を去ったということです。岩堂山のすぐ脇にやってきております。そしてバスはこの先この右側の道を登っていきます。登り切りました、突き当たったところは路線バスのルートになります。山を登るような形ですので、この先のところが標高も高く海の景色、そして広大な畑が一面見ていただける一番の絶景ポイントになりますので、もうしばらくお待ちくださいませ。そして先ほどからも遠くの方に何か所か見えるポイントがあったんですけれども、2つの風力発電の施設が左側前方の方にご覧いただけます。この風力発電のアンテナで、あのプロペラですけれども、高さが35メートル、羽の直径は31メートルほどございます。平成8年度より稼働開始いたしました。あの辺りは宮川公園と呼ばれておりまして、宮川湾を一望できる展望台が作られております。三方海に囲まれているこの三浦半島ですが、左手の東京湾から前方、そしてこの右の方の相模湾まで海に囲まれているのがよくわかるところがこの場所です。そして青々とした広大な畑が広がる絶景ポイントに差し掛かりました。ご覧のように三方海に囲まれておりますので、夏は涼しく冬が暖かいというのがこの三浦の特徴です。冬でも霜が降りることがほとんどありませんので、ビニールハウスなどを使うことのない
露地野菜中心の農業が行われております。同じ畑で1年間に3つの作物を作ることができるという三毛作も可能なほど農業には大変適した土地です。大根の畑がこの辺りは左右広がっておりますが、青首大根という種類の大根です。青首大根は重さが約1キロぐらい、育ってきますと実の部分が土からせり上がりまして、そのせり上がったところに光が当たって薄く緑色の色がつきます。そのため青首大根と呼ばれております。かつては真っ白い色をしました三浦大根が数多く作られておりました。三浦大根は長さが60センチ、重さが3キロにもなる大きな大根です。首の部分が細くて下に行くに従って太くなるという下膨れの形をしてます。そのため引き抜くのが大変で、また重たいですので扱いづらいということもあり、最近では随分出荷量が少なくなってきております。大根の歴史は大変古く、江戸時代初期の寛永年間頃から作られていると相模不土記に記載されております。最近では赤い色をしました、重さが 300g くらいの皮ごと食べられますレディーサラダという名前の大根も出荷をされております。三浦大根とアメリカ、ドイツの大根と交配して作られたものです。また今の時期同じように作られておりますキャベツですが、11月の下旬くらいから3月の上旬ぐらいまで出荷されますのは早春キャベツです。早春キャベツの特徴は真冬のキャベツなのに甘くて柔らかいことです。これは他の産地では冬には作ることのできない種を、この三浦半島は暖かいですので作ることができるということで早春キャベツとして出荷をされています。ちょうどこの右側下のところがキャベツ畑になります。大根とキャベツは国の指定産地に指定をされております。夏になりますとこの辺りはスイカ、メロン、そしてカボチャの栽培が行われます。みかん狩りが現在行われている時期で、みかん畑のところは残念ながら通らないんですけれども、11月の30日までこの三浦市内みかん狩りも楽しめます。この左側のところ、青い橋が見えておりますが、宮川大橋といいます。あの橋を渡りまして後ろ手の方向へと進んでいきますと三浦海岸方面です。先ほど見ていただきました剣崎灯台のあるあたりから三浦海岸へと行くことができる道になります。またこのバスが今通っているこのコースなんですけれども、三浦国際市民マラソンというマラソンのハーフコースのコースになっておりますので、マラソンの日は約8500人のランナーがこの道を走ります。三浦海岸を出発いたしまして、この畑の中の道を通り、このバスが向かいます城ヶ島が折り返し地点です。折り返して戻ってきましたランナーは今度はこの左側の宮川大橋を渡って三浦海岸の方へと走っていくということです。来年度は3月4日の開催が決定しております。12月20日までがエントリー期間ですので、ご興味のある方はいかがでしょうか。ここでこの辺りが風車、一番近く見えるところです。三浦海岸の方へは行かず、右手城ヶ島の方へと向かいます。また、左側の前方の方、赤と白の鉄塔と短い鉄塔3つ並んでおりますが、
あちらは水産技術センターの通信所の送受信所のアンテナになります。通信所はここから2キロくらい離れました城ヶ島の入り口の合同庁舎のところにあります。遠洋漁業、そして沖合漁業の漁船との交信、その他遠くインド洋、太平洋、太平洋などで操業しますマグロ漁船からの電波もキャッチをすることができるというアンテナです。また海沿いの道にやってきたんですが、少し草木があって景色が見えませんが、もうすぐ左側下は宮川湾です。そしてその宮川湾を挟んだ先は城ヶ島がご覧いただけます。その城ヶ島の先端岩の上には阿波崎灯台も見ていただけます。それではどうぞこの辺りから左側の方ですね、景色をご覧くださいませ。すぐ左側下が宮川湾、そして海の向こうに見える山は城ヶ島です。その先端岩の上に白い灯台、阿波崎灯台が見えております。あの阿波崎灯台のすぐ近くのところまで歩いて行くことができます。途中には2カ所展望台が作られておりまして、展望台に登っていただきますと360度のパノラマが広がります。またこの城ヶ島の島の中から阿波崎灯台と逆の方向にかけてもハイキングコースがあります。途中には海湯の展望台、馬乗せ洞門などございまして、さらに歩いていくと城ヶ島にもう一つある灯台、城ヶ島灯台まで歩けます。海湯の展望台ですが、海に突き出しました岬約300メートル、高さが30メートルくらいで崖になっておりまして、人が立ち入ることができないところがあります。そこにもうぼちぼち飛来してきております海湯を見ることができるところに展望台があります。その崖のところに約2000羽千島列島から越冬のためにこの城ヶ島へとやってまいります。海が見られますのは今から4月の頃までになりますので、そのあたりも見学に行かれるといいかなと思います。また馬乗せ洞門と呼ばれますものは岩に大きな穴が開いているもので、穴の大きさは高さが8メートル、幅が6メートルほどございます。波の浸食、そして雨などによりまして開いたというものなんですが、自然の芸術作品とも言われているものです。そしてさらに歩くと行くことができる城ヶ島の灯台ですが、小高い山の上に作られましたもので、明治4年にフランス人技師ベルニーの設計によって建設をされました。その後関東大震災で崩れてしまって、その後に作られましたものが現在のもので、丸い洋式灯台で高さが12メートルほどございます。城ヶ島大橋を渡りながらも見ていただけますし、このバスが城ヶ島で折り返すその近くのところで間近に灯台の方をご覧いただけますので、そこでまたご案内をさせていただきます。これから城ヶ島大橋を利用いたしまして城ヶ島の中へと入っていきますが、城ヶ島は三崎町から海を隔てた600メートルの沖合に浮かびます。周囲が約4キロ、コウモリが羽を広げたような長細い形をしております。昔島に城塞がありましたことから城ヶ島の名があります。また城ヶ島といいますと自然がたくさん残されているところで、ミシェランガイドグリーンジャポンの中で2つ星として紹介をされております。南岸は自然のまま残されている
崖の上を歩いたり散歩をしたりしながら海、富士山を眺めて楽しむことができるということで二つ星をいただきました。近くにいるのであれば寄り道をしてでも立ち寄る価値があるというのが二つ星だそうです。今日は城ヶ島の方下車をすることがありませんので、通過地点となってしまいますけれども、自然がたくさん残されている城ヶ島、またお出かけのことがありましたらばぜひ時間を作って散策をしていただければと思います。城ヶ島大橋の入り口にやってきました。この橋から見る景色もとてもいいところです。この城ヶ島大橋は昭和35年に7億円の歳月と7億円の工費と3年の歳月をかけて作られました。日本で最初の鋼鉄製の橋になります。長さは575メートル、幅は11メートル、海面からの高さは23メートルございます。有料の橋になりますが、人や自転車は無料で通行することができますので、橋を歩いてゆっくり景色を眺めることもできるんです。橋を渡りながら右側の下は三崎の町並みが見えております。そして右手の方が相模湾です。前方が城ヶ島になりますが、その右側前方の山の上に目を移していただくと丸い白い灯台、城ヶ島の灯台が見えております。逆に左側は東京湾、うっすらと房総半島が見えてます。はい、そして左側の方、黄色っぽい色をした鳥がたくさん群がっている船、あちらは虹色魚号と言います。水中観光船です。船の中にカモメの餌が売られておりますので、カッパエビ船なんですけれども、カモメに餌をあげることもできます。三崎の港の産地直売センターうらりのところから出発します。あちらの虹色魚号はこの橋の下をくぐり宮川湾で停泊をいたします。水中に作られました展望台の方へと降りていきますと、メジナやネパール、そしてカワハギなどを見ることができるという船です。575メートルの橋を渡り城ヶ島に入ってきました。お話ししましたハイキングコースの入り口はこの右側になります。島の東側半分を占めるのが県立城ヶ島公園です。川崎灯台、城ヶ島灯台へはこちらから歩いていくことができます。城ヶ島といいますと北原白秋の名作城ヶ島の雨でも有名なところです。雨は降る降る城ヶ島の磯に利休ネズミの雨が降るという城ヶ島の雨の一節が刻まれました北原白秋直筆の碑というのが作られております。碑の入り口しか通りませんが、この右側の橋のすぐ下の砂浜のところに高さ約3メートルの船の帆の形をした根府川石に城ヶ島の雨の一節が刻まれております。城ヶ島の雨は北原白秋が27歳から28歳の頃、約10ヶ月間この岬で過ごされました。その時に芸術座の音楽会で使われます歌を白秋に依頼をしました。その時に作られました船歌が城ヶ島の雨で、この歌によって一躍脚光を浴びるようになりました。京浜急行の電車の駅で、す
すべての駅ではないんですが、電車の到着を知らせる着メロディーという音楽が流れる駅があります。三崎口の駅で流れますのがその城ヶ島の雨になります。この右側の建物、白い建物ですけれども、交番になるんですけれども、灯台の形をした可愛らしい交番です。橋の開通によりまして、三崎の町とこの城ヶ島を結んでおりました渡し船は廃止をされましたが、2008年度より半世紀ぶりに観光の船として復活をしております。先ほどの虹色魚坊と同じうらりという三次直売センターの隣の桟橋から約5分間で結んでおります。海から見るこの景色もとても素晴らしいそうです。今度は左側ですけど、山の上のところ灯台近くになりました。その灯台へ行くには左側の商店街通っていきますとすぐのところになります。近くには城ヶ島京急ホテルがありまして、日帰り入浴も楽しんでいただけます。私船が出ておりますのは、この右側の前方、白い旗が見えているあの辺りになります。で折り返しをいたしまして、もう一度城ヶ島大橋を渡り、今度は三崎の町に向かっていきます。三崎の町、この辺りからも左側の奥の方に見えております。振り返るような形でもう一度城ヶ島灯台ご覧いただきます。灯台の残りは昔奉行の河田六左衛門が舞を篝火を焚いて航海する船への便を図ったのが起こりとも言われている城ヶ島灯台がありますところを通過しております。はあの左側のところ、漁協の直売所というのがあります。ハマグリやサザエをはじめといたしまして、その日に上がった豊富な魚が直売されているところです。直売センターのあるところ、ここですね、この左側になります。技術センターがございます。水産技術センターは海洋調査、そして水産資源の生態調査、また水産資源の増加増殖の研究、その他黒川カジキやイカなどの加工指導などとともに栽培漁業に力を注いでいるというところです。の水産技術センターがありますのはこの先の左側の方一帯になります。ただいま空港を通過しておりますが、この左奥が水産技術センターになります。
然の雄大さを感じられる断崖は城ヶ島を代表する景観でもあります。花の名所としても知られておりまして、水仙やアジサイが有名です。水仙は江戸の頃より八重水仙と呼ばれておりまして、1月から2月にかけて約30万株が咲きます。この時期ですと八条ススキと呼ばれます。普通のススキよりも少し太いススキがたくさん見ていただけます。その一方で強風によって、ま、傾いてしまった松の木とか、波の浸食によって削られてしまった岩場など、自然の荒々しさも体感していただくことができるのがこちらの島です。今度は変わりまして、左側が相模湾、そして右側が東京湾になります。右手の前方のところ、岩が突き出しているところがありますが、通り屋と呼ばれるところです。房州から放たれた矢がこの地を行ったということから通り屋と名付けられました。また鎌倉時代、桜、桃、そして椿の御所が開かれ、現在ではその場所にお寺が建てられております。左側の前方の小高い山の上のところのちょっと緑色の屋根が見えているところが、桜の御所跡に作られました本瑞寺というお寺です。また椿の御所跡に建てられております大鎮寺というお寺は、この左側すぐ下の橋のたもとにございます。この幼稚園の建物が左下になりますが、そのお隣の屋根、大鎮寺の屋根になります。大鎮寺は頼朝の死後、頼朝の側室でありました明覚尼が建てたというお寺で、頼朝の頃は椿の花で埋もれておりましたが、現在では裏庭に少し名残をとどめる程度になっております。あともう一つ、桃の御所の後に剣道寺というお寺が作られております。岬の港の先のところで近くを通っていきますが、剣道寺は北原白秋がこの岬時代の後半5ヶ月を過ごしたというところで、葉州、きらら州や城ヶ島の雨もそちらで書かれました。この島にある句碑とともに、同じく剣道寺には北原白秋直筆の碑というのが建てられております。そちらは高さ1メートル、幅1メートルぐらいの秩父石に、寂しさや終生が踏み読みさして庭に入れたり白菊の花と刻まれております。北原白秋の直筆の日というのは、全国どこを探しても城ヶ島の雨の日とこの剣道寺の日だけではないかとも言われております。この屋根がないですので、途中信号が近づいてきたり、木が近づいてきたり、電線が近づいてきたりというところも通ってきましたが、今通るここが一番電線バスのすぐ上ではないかなと思います。手を伸ばしたら届きそうなくらい近づいてまいりますが、では伸ばされないようにお願いいたします。もう皆様、マグロのお食事は済まされた後でしょうか。今日はマグロのお食事も楽しみにおいでいただいたと思います。この岬でのマグロの歴史は大変古く、最初に魚市場が作られましたのは大正11年のことになります。その頃はまだ生のままのマグロの取引でした。昭和30年代に入りますと、冷蔵庫を持った冷凍船ができまして、漁場も少しずつ遠くへと離れていきます。はえ縄漁業と呼ばれます方法でマグロを捕らえるんですけれども、はえ縄漁法というのは、幹縄にたくさんの枝縄がついております。その枝縄の先に餌を取り付けます。
それを海に投入して数時間後に引き上げるという方法なんですけれども、三木縄の長さは約150キロ、東京から沼津くらいの距離にあたります。釣り上げられましたマグロは船の上で内臓とエラを取り外しまして急速に冷凍いたします。一航海1年から1年半かかってこの港へと帰ってまいりましたが、港へ着きました後もマイナス60度の超低温冷蔵庫で保管をして、運ぶ時も保冷車を使うなど大変大切に扱われております。この三崎のマグロ全国へと出荷をされております。今通っているところは北条湾というところになります。昔の三崎港だったというところです。三崎は三浦の先端、三浦の先ということで名付けられました。城ヶ島が自然の防波堤になりまして、昔から港町として発達をしてきました。また江戸の方へと入ります船の風待ち港としてもにぎわいを見せてきました。この三崎にはレトロな町並みが残っております。三崎レトロ商店街と名付けられている商店街がございます。また現在、テレビで放送されておりますユニバーサル報告社という金曜日に行って放送されてますドラマの撮影が行われているのもこの三崎下町商店街になります。正面の信号の方からまっすぐ進んでいきますとその商店街方面になります。信号のすぐ右側のところは三富染物店さんです。皆様に受付をしていただきましたオープントップバスの案内所の中に2つ大漁旗が飾ってあったんですが、お気づきになりましたでしょうか。こちらの三富染物店さんに寄贈していただいたものなんです。こちらはまっすぐ行かず左手の方へと曲がっていきますが、曲がりながら大漁旗飾られているのもご覧いただきます。先ほど渡りました左側の城ヶ島大橋、今度は下から眺めていただきます。白い部分が陸の上、そして赤い部分が海の上になります。長さは575メートルございます。その橋を渡った先、城ヶ島の中にオレンジ色の建物の大きな建物をご覧いただけますが、あの前の海岸の砂浜のところが城ヶ島の雨の区域が建てられているところです。少し遠くになりますが、ご覧いただければと思います。高さが約3メートル、船の帆の形をした根津川石を使っております。船の帆の形というのは生前茶原白秋が希望していたものです。その後ろのところの2階建ての建物が白秋記念館になります。レトロな町並みも残ってますが、蔵の町でもあります。三崎のあたりには現在40ぐらいの蔵が残されております。これは狭い範囲に建物が密集していたためと、港町特有の強風のため、歴史の紐を解くと何度か大火に見舞われております。そのために蔵が多く作られるようになりました。蔵を巡っていただくのも楽しいところですが、この左側は消防署の文書になりますが、蔵風のナマコ壁が作られております。そして正面が三崎港になります。左側の屋根のついているところが周廃施設になっておりまして、マグロの漁船が着くのがあちらになります。
あそこでパチンコチンに冷凍になっているマグロをクレーンで引き上げるというのがあちらになります。また曲がって左側の建物がもともと魚市場のありましたところに作られました産地直売センターうらりになります。この三崎港ですが、マグロのお食事のお店も数多くあるところです。ちょうどここから左側真横に城ヶ島、そして山の上に城ヶ島の灯台も見えております。まもなく右側になりますが、三崎館本館の建物がすぐ横になります。創業が明治41年の老舗旅館です。マグロの兜焼きを陸で初めて調理をしたのがこの三崎館本館右側の建物になります。この兜焼きはもともとマグロ漁船の上で食べられていたものなんですけれども、陸で初めて調理をされ、現在では三崎館本館さん以外にも召し上がっていただくことのできるお店があるということです。今度はこの左側7階建ての白い建物の脇を通ります。魚市場ということで親しまれておりますが、正式名称は三浦市三崎水産物中央卸売市場と言います。競りが行われますのがこちらの1階になります。近海の魚はもちろんのこと、冷凍のマグロの取引がとても有名で、マグロは1日に400本から1000本もの取引が行われております。2階で受付を済ませますと、2階から見下ろすような形で競りの様子を見学をすることもできるんです。朝の8時くらいから9時半くらいまでがおすすめの時間帯だそうです。また魚市場の建物に隣接をしまして、1日100トンの氷を作ることができます製氷工場もあります。今度この右側ですが、公園になっているところ、ここは朝市の会場になります。朝市ですが、毎週日曜日朝の5時から9時までこちらで行われております。マグロをはじめといたしまして、水産加工品、また野菜、花、卵なども安く買えるということで人気を集めております。この場所の他には三浦海岸に近いところにあります金田湾でも毎週日曜日に朝市が行われております。そちらは朝の5時50分から7時ぐらいまでの間で、ともかく早く行かないと品物がなくなってしまうというくらい大人気なところです。城ヶ島が自然の防波堤となりまして、天然の良港として栄えてまいりました。三崎港のところを通過してまいりました。そしてバスは相模湾沿いに出てきております。この三浦半島は全体として隆起をしているところが多い半島でもあります。この先は変わった地層とか、また波の浸食によって削られているという、そんな地層も見ていただけます。またここは株島というところです。歌が舞う島と書きまして株島と言います。この右側のところは株島公園になっております。鎌倉時代に源頼朝が来た時に白拍子に舞を舞わせたという故事により、株島と名付けられました。そして建東寺の入り口がこちらになります。この右側、
桃の御所跡に作られましたお寺、北原白秋の日がありましたり後半5ヶ月を仮住まいした遣唐使園は、こちら右側奥へと進むと行くことができます。続いて見ていただきたいのは、左側のこの少し突き出しました山、通称トンビ山といいます。波の浸食によって刻み込まれましたさざ波模様が見られます。レンコンと呼ばれるところです。この先後ろを振り返っていただくような形でも、このさざ波模様が刻み込まれている様子がご覧いただけます。ちょっと変わった地名なんですが、海都というところです。海の外、海外と書いて海都というところなんです。この海都ではスランプ構造を見ていただきます。スランプ構造は中極をしたちょっと曲がりくねった形をした地層になります。これはまだ固まっていない堆積物が一時的に海底などの海の底を滑り下った結果生じたという変わったものです。その曲がった地層が見ていただけるのが右側の岩場の岩場になります。少し下の方に目を移していただきますと、この右側の地層のところぐにゃんと曲がっているところがご覧いただけます。この先同じく右側の岩場のところも同じようなものが見ていただけます。海都のスランプ構造になります。こちらですね。この先は諸磯湾、油壺湾、小網代湾と波が静かな入り江のところを通っていきます。諸磯とはいくつもの磯があるということから諸磯と名付けられております。また諸磯は有機海岸として昭和3年に国の天然記念物に指定されました。この辺り3度にわたる大きな地震が襲いました。その時に岩肌が隆起をいたしまして、3度にわたったので3つに分かれた岩肌が残っているところです。過去に起きた大きな地震の様子がうかがえるということから、諸磯は流儀海岸として天然記念物の指定を受けております。相模湾に面したリアス式の海岸で、長さは600メートル、幅は150メートルから200メートルくらいございます。磯がたくさんありますので釣りの名所としても知られておりまして、船宿や民宿なども数多く点在をしております。油壺京急マリーナがありますのもその諸磯湾になります。ヨットハーバーとして利用されております静かな入江を通るのこの先のところです。今日は残念ながら富士山の方見えておりませんが、この諸磯湾のこの一番奥のところに富士山を見ることができるという絶景ポイントでもございます。諸磯湾沿いを通っております。次に見ていただきたいのが油壺湾です。海の軽井沢とも呼ばれているほど別荘が点在をしております。今の諸磯湾は外の海見えておりましたが、入り組んでおりまして油壺湾は外の海も見えません。海の入り江が波も静かで油を流したようだということから油壺湾と名付けられました。その油壺湾が見ていただけるのどうぞこちらですので、左側ご覧くださいませ。
この油壺には波が静かで水のきれいな海水浴場がございます。新井浜海水浴場、そして横堀海岸、堂上海岸などですが、新井浜の海水浴場は日本の海水浴場88選の中の一つにも選ばれているという大変水のきれいな海岸がございます。こちらの信号は右側に参りますが、左手に参りますと油壺のマリンパーク、そしてホテル館長荘などがございます。また鎌倉時代から室町時代にかけて三浦市の居城新井城がありましたのもこの後ろ手の方角になります。次に見ていただけますのは左側下、小網代湾です。この辺りから見ていただきます。小網代の森の散策路の入り口を通ってきましたが、約 1.6 キロ歩いていただくとこの小網代湾のところがゴールになります。油壺にありますマリンパークは当社京浜急行が創業70年を記念して昭和43年に作りました水族館ですが、来年度2018年度は創業50周年を迎えることができます。平成12年に誕生しましたカワウソの森では、上流から下流の川の流域を再現して水辺や洞窟など15のエリアで希少な動物50種2000点が暮らしております。カワウソは最近ちょっとブームになっているようで、先日カワウソ選手権という選挙が行われました。全国の動物園や水族館が参加をして84頭がエントリーしたんですけれども、23位と24位に選ばれましたフクアラレに会うことができます。またマリンパークは犬や猫などペットも同時に入園していただけるというのも特徴です。500円の入場料と予防接種やワクチン接種などを受けているという証明なども必要になります。その油壺湾と小網代湾に挟まれましたところが油壺で、そこに新井城というお城がありました。室町時代の英称の頃、三浦道尊義篤とその子荒次郎義元の住む新井城が北条氏8万の大軍に囲まれ、3年間牢城の末、ついに矢つき刀折れ、一族老頭恨みを飲んで自刃をしました。いよいよ落城が近づいてきた時に、城の広間に家来一同を呼び寄せ、最後の酒宴を開きました。荒次郎義元は傍らにあった扇を手に、君が代は千代に八千代によしやただ、うつつのうちの夢の戯れと歌いながら舞を舞い、一同に今生の別れを告げたのです。舞終わった荒次郎は軌道を開いて敵中に打って出て、逃げ惑う敵をなぎ倒しましたが、その柱のごとき働きもそう長くは続かず、自ら首をかき切って果てたと言われております。そのマリンパークの近くには、城主の三浦道尊義篤と子供荒次郎義元の供養塔が作られております。道尊の供養塔には自制の句、打つ者も打たるる者も変わらけよ、砕けて後は元の土くれと刻まれております。平成16年の出来事で、今からおよそ500年ほど前のことになります。その近くの新井浜海岸で毎年5月の最後の日曜日に道尊祭りが行われます。三浦市の供養祭のほか、笠掛けと呼ばれます馬術が披露されます。この笠掛けはヤブサメ、そして犬追うものとともに日本三大小弓馬術の一つに選ばれているもので、三浦一族はこの笠掛けがとても得意だったそうです。
海岸で笠掛けが催されたり、また東京大学の実験所の敷地の一部になっているので普段は入ることのできない新井城の空堀なども一般に公開をされまして、まさにその日一日はこの地に散った三浦一族を偲ぶ日となっております。マグロの町として有名な岬ですが、最近ムラサキウニが食用化できないかという研究が行われております。城ヶ島の水産技術センター、そして油壺のマリンパーク、あともう一つ海洋技術高校といいます高校が連携を組みまして、その研究が進められております。サザエやアワビが特産でもあるんですけれども、このムラサキウニなどによりまして海藻が食べ尽くされてしまう磯焼けという現象が起こっております。この磯焼けというのは海底が砂漠化してしまうという状態なんです。これによってアワビやサザエの数が激減してしまいましたので駆除をするしかなかったんです。しかしムラサキウニは身も少なく味も悪いのでとても食用には向かなかったんです。前半バスの中で畑の中を通ってきましたが、一大の野菜の産地でもあるのがこの三浦です。割れてしまって出荷をできないキャベツなどもたくさんあります。そこで目をつけたのがムラサキウニの雑食性を利用しまして、このキャベツを与えてみたところ、大変よく食べまして身も入って味も良くなってきたそうです。まだまだ研究段階なんですが、近い将来マグロだけでなくウニでも有名になる日がやってくるかもしれないんです。信号は松は入り口という信号で、岬口駅を出発しました後、その信号を右手の方角へと行きまして、畑の道へと進んでいきました。そこまで来るとぐるっと一周してきたことになり、岬口の駅も随分と近づいてきております。岬口のお隣の駅三浦海岸の駅前と、三浦海岸から岬口の方にかけて京浜急行の線路沿いに約1000本の河津桜が植えられております。最近ではこの河津桜もとても人気が出てまいりました。この間の3月が第15回目の桜祭りということで、歴史はそんなに古くはないんですけれども、河津桜というのは桜の花の時期が早く、花の色が濃く、花の持ちもいいそうです。また線路沿いには菜の花も植えられておりまして、桜のピンクと菜の花の黄色と青空と、京浜急行の電車がそこを通るということで、とても最近では人気が出てまいりました。前回の桜祭りでは夜ライトアップも行われたということです。ぜひ桜の時期にもお出かけくださいませ。その三浦海岸方面はこの先の信号、引き橋の信号を右側にググッと進むことができます。正面のところは真新しい綺麗な建物が見えておりますが、こちらは今年の4月から運用開始いたしました三浦の消防署になります。総工費、総事業費約10億円をかけて作られました。ガラス張りになっている前面の1階のところにはミニ消防車のミニボー君が展示をされております。この場所はもともと三浦高校という高校がありましたところです。廃校になりました後、
約12年間でドラマや映画、CM、その他、CD などのプロモーションビデオなどの撮影が約500本行われていたというところで、学園ものには欠かせない存在でした。しかし老朽化が進みまして、撮影の安全が確保できないということになり、取り壊しをされまして、現在の商工所が立ちました。綺麗な時間になってまいりましたが、この左側の方、夕焼けもとても綺麗に見えるのが水戸浜海岸だそうです。で、約1時間このオープントップバスに乗車していただきまして、三浦半島を巡ってまいりましたが、オープントップバスいかがでしたでしょうか。で、風が当たって少し寒かったのではないかなと思いますけれども、まだまだ見どころがたくさんあります三浦半島ですので、ぜひ季節を変えてまたお越しくださいませ。また皆様方にお目にかかれる日を楽しみにしております。お降りの際にはお忘れ物などなさらないようにご注意ください。バスは皆様に乗っていただきました場所と同じところに停車をいたしますが、駅へと向かいますときに車の通行があるところを通っていただきますので、横断歩道を利用していただくなど安全に留意をお願いいたします。また短い時間でしたが、お付き合いをいただきましてどうもありがとうございました。まもなく三崎口駅に到着です。バスが止まるまではそのまま座ったままでお待ちくださいませ。お疲れ様でございました。お気をつけてお帰りください。